さあ久々に僕が興味を持てるレース、これがナスカーであるということでですね、僕はなんとアメリカにこのナスカーのゴールドライセンスを取得に行ってまいりました。その模様をご覧いただきたいと思います。ノリキンのナスカー挑戦記。なんだよこのデカさ、でけえ。でかい。これメインスタンドでなんかね11万人入るんだって。このメインスタンドで中の芝生に2万人とか入っちゃうらしいよ。ここはですね、シャーロットサーキットスピードウェイ、ここは 1.5 マイルのオーバルコースで、ここで今日からトレーニングをして鈴鹿ちょっとチャレンジするぞみたいな感じで頑張りたいと思います。まずはポジションが合う車探しから。これが大変なんだ。足がこのくらい足りないかな。これは古いよこの車。デフロック。車が見つかってメカニズムについてレクチャーを受ける。インストラクターはナスカー歴10年のビリー先生だ。つまらない質問でいい。ステアリングがどうしてこんなでかいんですか。Just a very basic question, maybe a very silly question, but why is the steering wheel this large? To be smooth. Smooth に切れるよ。今回のテストにはドリドリのほか、脇田、福山の両選手も参加した。さあ、初めてのオーバルコース、ビリー先生の助手席体験。はい。しびれるよ、しびれる。バンクに飛び込んでくときはしびれるって。俺バカにしてるよ、こんなぐる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 回ってるだけ。なんかこんな俺誰でもできるよと思ったけど、バンクの技がいるね、これね。いや、これは面白いかもしんねえよ、これ。ナチカオ行こうか。オーライ行こうか。高水位です。後ろからなんか速いのが来ました。ただいま先生についてコースを回ります。ブレーキペダルが今どこにあるか分かんなかったや。全てがハンバーグと一緒ですね。でかいってことですか。ついていくだけだから、先生の後難しいのはやっぱりバンクの飛び込むスピードだろうね。あとはね、今のスピード7割ぐらいのスピードでも入っていくのにハンドルを切らなくてもいいラインがあるんだよ。でそこに乗るとハンドル切らないで、スーッとそのままこう押さえてるだけで出てかれるんだけど、ちょっとでもなんかこうラインを外れるとハンドル切ったり戻したりって力がいる。余計な力を入れさせないっていうかさ、レコードラインを通るとそのラインがね、見つかんないね。なあ、70や80で見つかったら10年やってるやつらどうするんだろう。こうやって解けねえもんな、俺とか福山くんは。遅いっていうことだよ、コーナーが。こうやって綺麗に解けるようになるにはやっぱり100ラップぐらいしなきゃダメだろうね。これがビリー先生の前回走行。音が違う。アメリカのプロスポーツの世界はとてもシビアだ。納得のいく走りをして周りに認めさせる、それが土屋の仕事だ。
Yeah, fast. Yeah. He ran a 34 second. That's good. コーナーが2つあるから、その1個に入っていく飛び込む速度がまず先生よりもアクセルオフが速い。で、アクセルオンが遅い。その間の時間がコーナー2つで2秒っていうんじゃない。あのバンクの頂点にホワイトラインが一番イン側にあるんだけど、そのイン側にちょっとタイヤが触ってる。どうしてもあのコース20年のドライバーですから、インをどうしても攻めちゃう、ね、その辺がちょっと甘いかな。オーバルは絶対インに乗せちゃうと、もう平らになるから、平らな継ぎ目とこういうバンクだから、ここに乗っちゃうと、あのもっとスピードが高いところでは挙動が乱れるっていうことを注意されたぐらい。あとはオーバルコースでのテストを終え、次はロードコースでのテスト。ニューヨーク州のワトキンスグレンナショナルへ移動した。ここでは実際にブッシュシリーズに出場している現役マシンでのテストということで、土屋も意気揚々。途中からだが、中谷選手もテストに合流した。しかしチームの練習が終わらず待ちになってしまった。夏のバケーションってあります。なるほど、すごいですね。な、何がすげえんだよ。ただまっすぐ走ってるだけみたいな。何よ、バカなこと言ってんだよ、お前。ベッドバーですかね。あのねもう今までターボばっかり乗ってきたじゃん、ずっと。やっぱりね、NA の700馬力で、そのね、アメリカンパワーが8500まで回る、9000まで。もう信じられないでしょ。でも、まっすぐブーッと走って、ブーッと。これだけじゃないですか。バンクだろ、それ。バンク。お前、言ってんだよ、あんたに。バンクは、バンクの中でアクセルを戻した瞬間に両側からスパーンと抜かれるんだから。ね、まあ、そのライセンスを君たちに見せてあげようかな。はい。これがですね、ナスカーのゴールドライセンスです。まあ、これはあのフォーミュラーカーの頂点、F1 がスーパーライセンス。これと同じようにアメリカではこれが最高峰のライセンスなわけですね。選択肢はなくなっちゃうじゃないですか。君には君にはわからない。まあそんな感じでですね、本当にすごいっていうのはもう鈴鹿11月の22、23、24。東コース。これであのナスカーウィンストンカップジャパンって言うんだけど、これがあのサンダースペシャル100。ここでね、アクセルで全部向きが変わる。ターボパワーにはない。そういうね、マシンの操り方 FR 車を FR 使いの、そうですね、見せてくれますね。なんといっても俺が惹かれたのは、もうドライバーの腕だけで勝負するのはこのナスカーである。ぜひ見に来てください。では次回ホットバージョンでも、そのナスカーの方取材に行きますが、サンダースペシャル100、行きますけれども、皆さんもぜひ応援しに行こうねと。アクセルで向きが変わる車だよ。